橋本喜也の呪術プリスト。はい、橋本喜也です。はい、KN から来ましたモカピンです。今回ですね、 JLT の03、この3回目の大会ですね、こちらの方バッチリ見ていきたいと思います。提供もお願いします。はい、橋本喜也の呪術プリスト。この番組はファイターショップブルテンや金属工事呪術一式一徹イサミベリーハードトゥーサブミットラスコンチャス沼う株式会社フルフォーススクランブル以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今回は12月18日、代々木ミューズ音楽院ホールで行われた呪術リーガル東京03の試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、もうこのね、JLT 呪術リーガル東京ですね、はい、この3回にわたって行われたランキング戦、はい、それの最終戦ですね。この青帯、紫帯、茶帯、こちらの、ね、激闘の数々ぜひ見てください。はい、VTR スタート。都会 BJJ のマテオス・ホンダです。Então, espero lutar bem hoje, conseguir ganhar peso absoluto e ficar primeiro no ranking para conseguir ganhar esses patrocínios para o ano que vem. Os. Carpe Diem 所属の鈴木誠です。今日は多分日本国内フェザー級で一番熱い感じになってるんで結構楽しみです。まあ、マテウスもラストなんでここでしっかり、まあ、倒すことが日本人としての役目かなと思ってるんで、よろしくお願いします。おぼす。はい、アダルト青いフェザー準決勝、マテウス・オンダ対鈴木誠です。はい、出てきましたこのマテウス・オンダ、はい、今のインタビューで言ってましたけども、過去にね、鈴木選手とね、マテウス試合やってるんですけども、はい、ずっとね、マテウスが勝ってるんですね。でここでね、マテウスはこの大会を最後にブラジルに帰国するっていうことで、はい、もう試合をするチャンスがこのラストっていうことでね、出てきました。さあ、このね、最後にね、リベンジできるか鈴木誠、はい、それともね、返り討ちするかマテウス・オンダっていうところで、ここの試合かなりね、激アツですよ、見てください。はい、さあ、引き込んでいったのはマテウス・オンダなんですけども、さあ、そしてスイープだ。さあ、スイープしましたね。さあ、この大会はね、あの JLT 特別ルールですね、はい、基本のルールは AJJF ルール、アドバンテージなしのルールなんですけども、時間切れになったらサドンレスではなくて、その時点でレフリー判定という形式で行っておりますこの JLT 特別ルール。さあ、ですがこれはもうスイープして、これまだパスか、いいですね、パスしましたね。さあ、がっちり抑えますよ。さあ、スイープでパス5ポイントを選手。さあ、このバックにもね、もうほぼついてる感じがありますが、まだ足のフックはできないか、マテウス・オンダ。さあ、足の持たれてるところを切りました。そして締め、締め、締め、締め。ああ、タップ。なんとね、試合時間2分30秒、はい、150秒で締めで一本勝ちのマテウス・オンダ、リベンジをね、返り討ち、強いですね、マテウス。はい、アダルト・アワビ・フェザー3位決定戦、鈴木誠対風間俊臣です。はい、鈴木誠選手敗れましたが、はい、3位決定戦に、そうですね、反対ブロック、大柳啓斗に敗れた風間俊臣とこの3位決定戦ですね。さあ、どうでしょうか、この2人の試合、2人ともね、この若い
青帯でね、日本人同士の対決ってもまたいいじゃないですか。さあガードから攻めているのが風間選手、上から攻めているのが鈴木選手ですね。風間選手はストライプルの茨城。おお、いいですね、これバック。ちょっと飛びつくようにしてね、組みついていきましたが。さあ鈴木選手もね、ちょっと先ほどは1本で負けてしまったんですけども、はい、さあ今回はどうか。あ、ちょっと今の場外のやつでね、風間選手2ポイント入りました、はい、さあもう相手をね、飛びつくようにガードに引き込んでいった。お、いいですね、この浮かせ方もうまい。あ、そしてスイープマウントですね、これは。スイープマウント入りましたね。さあちょっとこれでどうか、はい、スイーマントこれちょっと腕十字狙いですかね。ちょっと腕を持って、おお、行きましたね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 。あーっとー、ちょっと声を出してしまった鈴木誠、腕十字で3分43秒、はい、風間選手が1本勝ちで3位入賞です。じゃあまず自己紹介からお願いします。カルペディウム所属の大柳圭人です。今日の試合の意気込みをお願いします。今日は、ブラジルに行ってしまうマテウスと試合ができる最後のチャンスなので、絶対に勝ちたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。はい、パタルと青帯フェザー決勝戦、マテウス女対大柳圭人です。はい、もう先ほどの、ね、鈴木誠といい、この、ね、大柳圭人といいね、カルピディウムのね、青帯フェザーの2トップがマテウスにね、チャレンジというかリベンジというか、このマテウス狩りに、ね、名乗り出てきたんですけども、鈴木選手は返り討ちにしました。さあそしてこの大柳圭人との試合はどうか。さあガードに引き込んだのが大柳選手。さあハーフガードですけど、これアドバンテージ入りませんね。そうですね、この足の、ね、回転がいいですね、さあこの足を 50-50 の形から、あ、これスイープになります。あ、これ足感ですね、はい、フットロック、フットロック、そして 50-50、 これまだ足感が入っていると見たか、これでスイープのポイント入らずか、結局お互い何もなしですね、今の攻防には。あ、2ポイント入りましたね、マティウス2ポイント。さあ今ポイントでは、マティウスがリードしてますね、はい、はい、さらに2ポイント追加。さあちょっと大柳はポイントでちょっと差をつけられてしまったか。さあマテウス対この大柳、このね、この2人の試合もね、かなり過去行われてますけども、はい、マテウスが全勝してますからね、すごい。さあここでもう負けたらブラジルまで追いかけていくしかないですよ。ブラジル大会とかに行くしかない。そうなんですよ、そうなるとかなりしんどいんでね、うん、あ、ポイントで、ポイントは6対0ですね、はい、6対0でマテウスが勝利、そしてフェザー級も優勝を決めております。はい、アダルトアービーオープンクラスライト準決勝、鈴木健太対大柳圭人です。はい、そしてね、大柳選手はね、オープンクラスにも出ておりますので、はい、ここで勝てばまたマテウスの試合のチャンスがあると、
ということで出てきておりますが、さあ対するは鈴木健太選手、はい、一心呪術ですね。一心呪術のね、中でもかなり試合とかにも出てるアクティブな選手ですね。さあガードに引き込んだのが大柳選手。あ、そして三角か、いいですね今の三角のセットアップも早い。そう、お互いのセコンドから頭下げろと、頭上げてって言ってますけども、あ、さあ三角締め入りましたね、はい、さあ三角締め入ってまだ腕は流されていないか。あ、流されたこれ流されちゃいけないですよ、流されちゃいけない。あ、そして頭を引けるか。おっと、これちょっと木村か、おお、三角締めで腕を流せないと、ミリアその腕を決めに行った大柳圭と、1分46秒アームロックで一本勝ちですね。はい、アダルトアビオープンクラスライト3位決定戦、鈴木健太対風本翔美です。はい、先ほどの階級別では鈴木誠に勝ってフェザー級の3位入賞した風間選手、はい、このオープングラスライトでも3位決定戦に勝ち進んでおりますね。決勝、準決勝で敗れて3位決定戦、そしてこの対戦相手は鈴木健太ということなので、はい、この2人の試合どうでしょうか。まあ、ポイントが入りますね。そうですね。さあ2人とも、ね、この黒い道着ですけども、黒い道着で黒いマットだとよくわからないそうですね、確かに。さあバックかどうか。ああ、バックがこれ締め入ってますね、締め入ってますね。おお、ぐいぐい締め上げる。さあどうか、耐えきれるか。入ってますね。ああ、ちょっと耐えてたんですけども、はい、なんと1分22秒、送り襟締めで3位入賞、はい、ちょっとね決めが鋭いですね、素晴らしい。はい、アダルトアビオープンクラスライト決勝戦、マテウス・ホンダ対大柳圭斗です。はい、階級別決勝に続き、この無差別級ですね、無差別級のオープンクラスライトでも再戦、これが正真正銘ラストマッチですよ、はい、この試合を最後に、ね、ブラジルに帰るこのマテウス・ホンダ、最後の試合でねどういった試合を見せるか、大柳圭斗最後に、ね、ブラジル帰る前に一矢報いたいんですけども、ね、鈴木選手も、ね、階級別で負けて無差別級で、ね、リベンジのチャンスをどうかと思ったんですけど、無差別級は、ね、ちょっと欠場したんですね。あ、そうなんですね。なのでこのマテウス対この大柳の、ね、はい、2連戦になりましたね、決勝戦を同一カード、この決勝戦で、ね、再戦するあたりがいいじゃないですか。もう舞台は整ってますよ。最後の最後に、ね、マテウスに一矢報いて有志の美を飾れるか大柳、それとも、ね、そんな大柳の野望を、ね、打ち砕くか、マテウス・ホンダ立ち逃げしちゃうのか。そうですね、この2人は熱い、はい、さっきから、ね、この2人は、ね、もう青びとは思えない高度な技術戦。ちょっとねモダンな感じしますね、お二人とも。さあデラヒーバフック、そしてまた内側に回ってベリンボールか、それをうまく外していくのが大柳、いやマティウス、大柳のガードパスアタック、パスアタック、パス入ってるか。あ、まあ入ってないですね、ここで入ってない。おお、すごい、ノンストップでねお互いが攻めてますよ、はい。おっと、2ポイント取りましたね。さあポイント取ったぞ。さあここから逆襲できるか。いいですね、今の腰の切り方も素晴らしい。さあ場外、さあ、あと1分声聞こえてますよ。さあここはどうか。40秒、
まだここにこの人もどうか、このお互いがねここの状態で 50-50。 あ、マーティウス上取りましたね、取りましたね。さあ日本に入って、これで4対2。立てるか立てるか立てるか、大柳さあこの上になった時ちょっとにやけたにやけたにやけた、もう時間が時間なんですよね。もうタイムアップをね計算したマティウスオンで、この死闘を制しましたね。4対2、大柳リベンジならず、けどいい試合でしたね、はい、マティウスなんと3大会連続階級の差別優勝、すごい、はい、ゲルティのランキング1位を確定しております。はい、素晴らしいですねマティウスオンダ。いやー今大会も階級無差別取りましたね、マティウス負けなしですよ。素晴らしい活躍でしたマティウス・オンダ。お願いします。今回もマティウス選手に負けてしまい、階級別無差別ともに2位でした。次はマティウスはブラジルへ行ってしまうので、世界で勝ちたいと思います。頑張ります。アダルトアワビの試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。あ、もうアオビはもうマテウスをめぐる戦いですよね、うん、もう鈴木誠そして大柳圭と心をねめぐるこの熱い戦い、そしてねもうマテウス包囲網だったんですけど、そこの包囲網をかいぐって階級無差別優勝、そして3大会連続のダブルゴールドで、はい、JLT のランキング1位を堂々と獲得しております。そしてこの大会を最後にブラジルに帰って、はい、もうブラジルでもう大学生になって、はい、ブラジルのバルボーザ術ですね、はい、こちらの方でガンガン練習して世界を目指すということなので、はい、ここでねこれからの、ね、ライバルストーリーどうなっていくのか、大柳選手鈴木選手がねマティウスをね世界の舞台でリベンジできるのか、はい、こちらの方もねこれからまだまだドラマは終わりませんよ。この2人の3人のライバルストーリー、はい、追いかけていきたいと思います。はい、 CM の後は紫帯の試合見ていただきます。それでは CM です。プリストセレクション、イエーイ。はい、このコーナーは新商品やおすすめ商品を紹介するコーナーです。はい、今日も、東京イサミの中里店長に来ていただいております。はい、東京イサミの中里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどのような商品を紹介していただけるのでしょうか。はい、今回はですねこちらです。じゃじゃん、ベリーハードトゥーサブミットのニューヨークエディションですね。はい、はい、このモデルはもうすでに去年かな、はい、販売してました。で、うん、もう1回全部売り切りまして、はい、でまた新たに再販分として入ってきました。白と黒が出ています、はい、すごくシンプルな道着なんですよね。ここに柄がある。はい、刺繍は黒地には黒で、はい、感じなんですよね。こういうロゴマークもそうですね、黒で入ってます。はい、内側だけこういう、そうですね、ストライプこういうところにストライプが入ってます。はい、黒も人気あったんですけど、まあ白もすごくこう、はい、シックなイメージで、うん、なんか大人の人がこう着てそうな感じですよね、はい、お金持ちの大人の人たちが着てそうな白には、はい、シルバー、そうですね、シルバーですねの、はい、の、刺繍が入っています。はい、でこちら今ならまだちょっと在庫いっぱいあります。はい、はい、で前ほんとすぐ売れちゃったんで、今回まあもし検討されてる方いたらお早めにお願いいたします。まだ在庫は A00 から A3 ぐらいまで、東京イサミとあとイサミ全店舗は在庫持ってますので、もしいいなと思ったらイサミ柔術ショップで、通信販売でも掲載されておりますので、はい、ぜひネットを覗いてみてください。こちらベリーハードトゥーサブミットのニューヨークエディション
再販開始です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。呪術プリスト、ここからはアダラと紫帯の試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、このアダラと紫帯ですね、佐賀選手とホベルチ小田、この2人のねワンマッチ決勝戦が2試合だったんですね。この2つの試合をねノーカットで見ていきたいと思います。はい、 VTR スタート。高田の馬場道場の佐賀です。今日はそうですね、ホベルチ選手と初めて、まさかここでやるとは思わなかったんですけど、まあ、やるからには、まあ、全力でやって攻めあるのみで頑張ります。よろしくお願いします。ブレイブ柔術の小田ロバートです。ホベリシって日本人に言われてます。今日の試合は初めてリガジ東京に出るんだけど、まあ自分の今年1年間やってきた柔術を今日も見せれたらいいなと思います。まあワンマッチなんで、自分の攻撃を、まあ、全部出し切りたいと思います。ボス。はい、アダルト紫帯フェザー決勝戦、社会特殊対ホベルチ小田です。はい、出てきましたよ、このホベルチ小田、富山県からね、はるばる参戦。お、対するはこの佐賀俊康選手、高田の馬場道場。このね、佐賀選手もね、JLT のレギュラーメンバーでランキングにも絡んでる選手ですね。はい、ここでね、いきなりのね、強敵をちょっと迎え撃つ形になったんですけども、どうか。ホベルチ小田。お、ホベルチもこのね、軽快なステップワークがいいですよね。立ちもできるし、寝技もできるという。立ってよし寝てよしの選手なんで、このいいじゃない、このガード、そしてこのベリンボロ風な感じでガンガン動いていく、アグレッシブでいいですね。佐賀、うん、さんも攻めていくって言ってましたからね。そうですね。ホベルチはね、去年のアジアオープンで佐野貴文選手に勝って、はい、そして宇野川選手にも勝って、そしてアジアオープンで優勝しましたからね、はい、まさに国内最強紫帯フェザーって言っていいんじゃないでしょうか、はい、その選手とね、 JLT レギュラーの佐賀選手のこの試合、まさしくね、外敵と言っていいんじゃないですか、この2人。おお、パスも行きましたね、パスも行きましたね。サイドコントロール、さあ、そして忍者ベリーでポイントも追加、そしてマウントも行こうかというところ。お、入りましたね、マウントも入った、はい、さあマウントポジション、マウントポジション、うん、おお、戻しましたね、戻しましたね。おお、飛びついた、飛びついて、この三角、飛びつき、飛びつき。さあ、しっかり受け止めた佐賀選手ですが、どうか、これを落としたら反則になりますからね。あ、そして腕十字だ、腕十字、空中で決めた、を飛べる長打、今の飛びつきからの腕十字、素晴らしい。5分1秒、はい、一本勝ちでフェザー級優勝。はい、アダルト紫帯オープンクラス決勝戦、佐賀俊康対ホベルチ小田です。はい、続きます、このオープンクラスでも、この2人の対戦ですね。さっきのね、飛びつきの三角からの腕十字、ちょっと驚きましたが、さあどうでしょう、この2度目の対戦。はい、さあ引き込んでいったのはホベルチ小田、さっきはね、やられてしまったんですけども、佐賀選手はこうちょっとリベンジできるかどうか。さっきはいきなりの飛びつきでしたね。そうだったら、ちょっと奇襲的なところがありましたからね。さあ、この今の形でスイープしたのがホベルチ、そしてまたもうパスまで早い、だけどまだパスのポイント入っていないか。はい、今ここでパスの入るポイントも入りましたね。さあ、佐賀選手ちょっと動きが止まってしまったか。あ、そしてバックマウントも入りましたね。
さあ送り襟締めの体勢か襟を探ろうというホベルチ、はい、ブリッジでそうですね、ちょっとうまくしのごうというところなんですけども、うん、襟を持たせちゃいけないですよ、これはずっとブリッジの体勢も辛いですね。そうなんですね、かなり辛いですね、これは。さあ、ホベルチは襟を持てるかどうか。あ、持ちましたね、持ちましたね、持ちましたね。さあ、持ちましたよ。あ、もう完全に入ってます。あーっと、これは肩始め、肩始め。あー、タップだ。2分42秒、はい、肩始めでホベルチ小田、階級無差別とも一本勝ちでダブルゴールド、はい、おめでとうございます、ホベルチ。すごい、ありがとうございます。はい、ホベルチもね、この大会を最後にブラジル帰ってしまうので、はい、残念ですね。はい、帰っちゃいますね。紫帯の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、階級無差別ともにね、サガイ対ホベルチの2連戦だったんですけども、はい、その2連戦をね、ホベルチが決めました。そしてね、階級別のね、決勝戦、はい、飛びつき三角からの腕十字も空中で決めましたよ。あのね、フィニッシュはなかなかのインパクトがありました。そして無差別級でもね、もうあっという間のね、肩始め、このね、決めの強さ、ホベルチすごかったんですけども、残念なことにマテウスと同じで、はい、今大会を最後にブラジル行ってしまうということなので、はい、日本で見る機会はないのかもしれませんけどね、ホベルチも世界の舞台でまだまだ充実続けてね、世界的な選手になってもらうことをお祈りしたいと思います。はい、 CM の後はアダルトチャオビの試合を見ていただきます。それでは CM です。Hi everyone, here is Letícia Ribeiro. I'm gonna show you guys one of my favorite variations of passing guard. Okay, full speed now, we're gonna do the three variations together. チャオビの試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、もうこのね、チャオビはね、ランキング争いで非常に熾烈な争いがあったんですね、はい、その中でですね、今泉隆選手、もう今まではフェザーに出てたんですけども、今大会フェザーのエントリーがなかったということで、過酷な減量をしてライトフェザーに参戦ですね。そこでランキング上位にいたブルーの石井とブルーの山本、ここのね、試合やっております。ここのね、ランキングを争うこの一戦、ぜひぜひ注目してください。はい、VTR スタート。おはようございます。パラエストラ吉祥寺の今泉です。
今日の試合は階級がライトフェザーと、オープンクラスあります。でライトフェザーの方は、まあ、減量を頑張ってやりきったんでなんとか優勝したいと思います。あとオープンクラスも優勝しないとあのランキングに、絡んでこないんであの精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、アダヤとチャビライトフェザー1回戦、今泉隆対ブルーの山本です。はい、この今泉隆選手初の、ね、ライトフェザーでの、おいきなり引き込みに合わせこれ飛びついていったんですが、これ両者引き込み状態になってブルーの山本の方に2ポイント入りましたね。はい、さあけどねガードに入った方の今泉選手ガードからの、ね、攻撃が非常に冴えております。そしてねマットコーディネーターをしながらねブルーの石井がね熱視線このねじっと見てますよ。仕事もやんないで仕事やんないでやんですか、ね、もうずっと見てますねブルーの石井が、はい、ブルーの山本の試合ぶりを、はい、やっぱねこのねチェックすべきところですよ。このブルーノの試合をね今泉隆もうこれしてもうこれ締め入ってんじゃないですか、これ締め入ってんじゃないですか。さあどうかどうか、これハーフガードの足は抜かしてないんですけども、あ足はまだ守ってるんですけども、これどうか、さあハーフガード締めはねうまく回避しましたが、はい、あけどまた入りましたね締め襟を持ちましたよ。さあこのブルーの山本はねここから一発スイープしときたいんですけども、はい、ちょっと襟を持たせてしまったのちょっとイージーだったか。さあ足を振ってスイープいけるかどうか、あこれどうかどうかこれどうですか、これどうですか、この締め入ってますか、ちょっとどうですか、これ入ってますか、うん、あ よくない、これはどうか、あタップだ、深く入ってしまったかブルーの山本、はい、3分32秒締めで一本勝ち。はい、石ブルーノです。インパクトジャパンの9番台の力です。お願いします。今日はねあのリーガジェ東京の3でまた頑張ります。前みたいで頑張ります。はい、アダルトチャビライトフェザー決勝戦、今泉隆対ブルーの石井です。はい、出てきましたよこのブルーの石井、山本が敗れても石井がいるぞということでね、はい、ブルーの対ブルーの、このブルーののブルーのっていっぱい出てきましたブルーのさあどうでしょうかブルーの石井、はい、先ほどね山本をね締めで下しました、はい、そしてこの決勝戦戦うとして決勝戦に出てきたのがこのブルーの石井、ランキングでね今上位に行ってますから、ここでね負けるわけにはいかないブルーの石井。おーいいですよこれ、パスいいじゃないですか、けどまだこの袖持たれてますよ。さあどうでしょうか、さあこれダブルガード、あ今上になったのは今泉、はい、そしてパスですか、パスまで行きましたか、はい、行きましたね、はい、さあ抑え込んでいますが今泉隆、さあちょっとブルーのこれ抑え込まれた状態か、ちょっと今ポイントの方を見ましたが、ちょっとこれまずリカバリーしないといけませんね、はい、さあラペラを引き出してますが、あこれちょっと締めは入ってますか、締めですか、締めも入ってますかこれ、さあ今抑え込みの状態がどうでしょうか、はい、今ちょっとね腕十字の形になってるんですけども、はい、この腕はまだクラッチを、ね、まあクラッチをキラーっとクラッチをキープしたんですけども、これ素晴らしいですね、はい、今泉選手2試合連続一本勝ちでライトフェザー級優勝、はい、素晴らしいですね。はい、アダルトチャビライト準決勝、ヘリペアラウン対フォボゾン高野です。
はい、フェリッペ・アラオン、BJJ、インパクトジャパン BJJ から出てきましたよ。そしてホブソン・高野、ダムファイトジャパンですね。さあ、この2人の試合、日系ブラジリアン同士の試合なんですけども、どうでしょうか。はい、やっぱね、ここら辺の日系ブラジル人、同じ日系ブラジル人なんですけどもね、この中部地区と北関東ですね、群馬対、はい、愛知、あ、けどもう抑え込んでますね、ガード、パスガードか。さあ、あ、もうパスガード入りましたね。はい、さあ、ここから決めを狙えるか。あ、そして腕十字、腕十字、これどうかどうかどうか。まだ入ってますかね。さあ、腕十字入ってますけども、これお、いいですね、このスイープ。いや、ホブソン高野のね、今のスイープいいですね。さあ、スイープでポイント入りましたね。お、いいですね、いいですね。さあ、フェリペ、ちょっとこれ戻せるかどうか。さあ、ここからね、起き上がってタックルに行ってね、返したいところなんですけども。はい、さあ、またこれパスガードのポイントが入ってしまいました。はい、やっぱホブソン高野のね、このトップ攻め、そして腕十字。さあ、どうですか、切れるかどうか。あー、ちょっとここちょっともう風前のともし火か、フェリッペ・アラオン。あ、そして反対側の腕十字ですか。おー、いいですね、スイッチ。あ、けどここでちょっと外したか。ラスト1分の取り組みましたね。さあ、もうちょっとポイントでは負けてますからね、はい、フェリッペ・アラオン、これ一発ね、決め狙ってほしい。はい、さあ、どうか。おお、膝いけるか、膝いけるか。あー、場外だ。はい、そしてタイムアップ、はい、ポイント10対0でホブソン高の勝利ですね。はい、アダルトチャービーライト決勝戦、ホブソン高の対マーシオメディロスです。はい、これもね、日系ブラジル人同士の戦いですね。マーショー・メデーロ・サラーダと、はい、準決勝戦ね、フェリッペ・アラモン勝ったホブソン・高野、群馬対愛知のね、ブラジル人同士の対戦。はい、さあ、マーショー・メデーロスどうか。おお、ホブソン・高野いいですね、動きがダイナミックですね。ダイナミックですね、ダイナミック、大熊ですよ。大熊いい動きをしてますが、はい、さあ、サラーダもどうか。サラーダもね、決め強いんですからね。おお、いいですね、今の動きはいい。これ上取れればスイープになりますが、おお、いいですね、今のこれスイープ、はい、さあ、セコンドの塚田一太郎が声をかけてますね。さあ、これちょっと今回転して、これ膝十字ですか。これ今膝取ってますよね。さあ、膝伸ばせるかどうか。あ、アンクルか、トーホールドか。おお、場外際でね、まだまだ決めにいった。はい、引きつけます。さあ、引き込んでいったマーショメデロス、上から攻めるのがホブソン高野。はい、マーシュメデロスいいですね。サラダもね、さっきの膝十字トーホールドちょっといけそうだったんですけども。あ、また足いきますね、また足いきますね。足感中です。さあ、来ました。あ、さあ、膝十字、
あっと決まった。ホブソン高野の膝を決めたマーソン・メデーロス、はい、7分28秒膝十字で一本勝ち、はい、素晴らしいですね。はい、アダルトチャービオープンクラスライト1回戦ホブソン高野対ブルーの山本です。はい、先ほどはねちょっとライトフェザーでね破れてしまったブルーの山本なんですけども、はい、さあこのオープンクラスライトではどうか。あ、これハーフガードですね、ハーフガード、お得な、あ、ちょっとこれ足抜けちゃってますね、足抜けちゃってるか、あ、ちょっと足抜けちゃってますね。あ、これ戻せるかどうか、戻せるかどうか、戻せるかどうか、あ、そして今戻そうと言ったところバック、お、今のはちょっと切り返しがうまい。あ、ちょっとこれ締めも入ってますか、締め入ってますか。あ、ちょっとこれもう入ってますね、入ってますね、入ってますね、膝を立てて締めを決めていく、えぐいなこれは。ちょっとブルーの山本動きが止まった、動きが止まった、うん、どうか、ああ、決まりました。はい、ブルーの山本締めでね55秒、はい、ホブソン高野一本勝ちですね。ブルーの山本ちょっとしんどかったですね今のは。はい、アダルトチャービオープンクラスライト1回戦フィリップアラウン対今泉隆です。はい、ライトフェザー級を制した今泉隆、オープンクラスライトにも参戦、はい、さあこのフェリッピアラウンドの試合どうでしょうか。今泉さんはさっき狙っていくって言ってました、オープンクラスも勝たないと。そうなんですよ、ランキングがね、やっぱこのランキング争いのポイントがありますからね、はい、おお、腕十字うまい、秒殺じゃないですか、2分41秒、はい、今泉隆一本勝ちで1回戦突破、決めが強い。はい、アダルトチャービオープンクラスライト準決勝、ホブソン高野対マーシオメデイロスです。はい、先ほどの試合はねサラーダが決めました。はい、さあ今度の試合はどうか、群馬対愛知、お、いいですね今のステップもいい、あ、そう、クローズガードだ。さあクローズガード、そう、 おっと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 、うまい、うまい、今のスイープもうまい。相手のズボンをコントロールしてのスイープ非常に良かったですね今のは、テクニックを感じさせます、はい、けど下からもどんどん煽っていくサラーダ、おっと、また膝十字来ましたね、行きましたね、先ほどのね膝十字決めたのを、あ、そしてその足首を持ってトーホールドを決めようというのか、ホブソン高野、はい、おお、回りますね、あ、これどうかどうか、今ちょっと一瞬膝をタップしようかという素振りを見せたが、まだ入ってない、おお、動きが素晴らしいですね。さあセコンドの、ね、塚田一郎が声を荒げる、4対2で勝っているぞと、はい、落ち着いていけですね。おお、いいですね、止まらない、このパスガードのアタックからね、ノンストップでいきますね、青いきますね、ガンガンいく、ガンガンいく、さあマット際での攻防、はい、バック際の攻防ですよ。さあ今ちょっとラペラを伺っているか、ホブソン高野、さあサラーダのバックマウントというか、ここにつま先をねじ込んでいく、はい、あ、腕十字だ、お、腕十字、おお、すごい、階級別は膝十字でサラダ決めましたが、はい、無差別級はホブソン高野が腕十字で決めましたね。はい、はい、アダルトチャビオープンクラスライト準決勝、今泉隆対ブルーの石井です。
はい、この2人もね、何度もの対戦でしょうか。何度も何度もそうやってますよ。はい、あ、パスしましたね。お、早い。おお、バック早いですね、この試合。もういきなりもうバックマウントに行こうかというところ。さあ、ブルーの石をしのげるか。おお、いいですね、いいですね、いいです。おお、さあ、スタンドルの再開。さあ、ここ注目。お、引き込み合わせ上に取ったのがブルーの石。はい、さあ、ブルーのこのパス狙い。お、いいですね、いいですね。今のここの足をもうかけていって、今ちょっと、あ、腕取り、チョイバーか。さあ、腕を取りに行こうというところなんですけども、はい、ちょっと下になってしまったか、ブルーの石。あ、ちょっと上、これ腕も抱えてますね。お、腕強引に、やや強引に引っ張ってきてますが、お、ちょっと腕ちょっと一瞬もう剥がれましたね、今。腕が外れてしまったか。さあ、まだまだ、あ、ちょっと腕十字の形作られてしまいましたね。はい、さあ、この腕のクラッチがね、命綱。根性クラブみたいになってきますね、もう。いや、そうですね、ここクラッチ外せるか守れるか、はい、息を呑む戦い。あわーっとっとっと、あ、抜いたんですよ。三角締め、三角締めに行こう。あ、さあ、三角締め、三角締め、三角締め。逃げられたのに。あ、そして腕だ。いや、耐えたんですけどね。はい、はい、1分7秒。三角腕十字で今泉隆、一本勝ちで決勝戦進出ですね。はい、アダルトチャージオープンクラスライト決勝戦、今泉隆対ホブソン高野です。はい、なんと、今泉隆前試合一本勝ちで決勝戦まで勝ち上がってますよ。はい、対するはサラーダを決めたホブソン高野。さあ、この2人の試合はどうでしょうか。アレストラ吉祥寺の今泉隆、ダムファイトジャパンのホブソン高野。すごいですね、減量もたくさんして、一本で決めて。やっぱ減量するとね、体力削られるんですけどね。で、スタミナがなくなったりするんですけども、うん、それ以上に決めが冴えてますよね。でも無差別級になったので、もう水分補給もして、はい、体調リカバリーしてるんじゃないでしょうか。そしてこの試合に勝てばね、ランキングにね入るので、はい、ここがねちょっと集中力欠かしちゃいけない。けど相手はホブソン高野、これもね強敵ですよ。ライト級なんでね、今大会で言えば2階級違うので10キロぐらいの体重差があるんですよ。さあ、そこをどうやってカバーしていくか、今泉隆。お、三角か。お、今泉選手三角いいですね。お、三角入りましたね。あ、三角抜けてますか。抜けます。はい、あ、おー、どうだ。おー、さあ、スパイダーガード、さあ、ガード、巧みなガードワークを見せる今泉隆、そこを攻略していこうというホブソン高野。お、いいですね、いいですね。あ、ちょっと、あ、これちょっと足狙いか。あ、トーホールド、
つま先を持ってのトーホールド。トーホールドは志田十字。なんと全射一本で決めました二枚津隆、はい、さあこの階級無差別取ってダブルゴールド、そしてランキングも2位に入ってスポンサード確定、はい、いや素晴らしいですね前泉選手のこの決め、すごい。この大会後にね黒帯になりました。そうなんですね。もう今泉選手素晴らしかったですね。はい、この大会のねランキング1位、はい、ホブソン、あマティウス・オンダ、そして佐賀選手ブルーの石、みんな もらいましたね。はい、良かったです。おめでとうございます。あ、今日は2回とも負けちゃったんですけど、まあ、ランキングギリギリ入れて良かったです。これからもっと精進して頑張っていきます。ありがとうございます。おすとね、悔しいと嬉しいだけどもうあの3位になったから嬉しいですね。本当にどうもありがとうございました。よろしくお願いします。今日はあの階級と、オープンクラス2冠取れて本当嬉しいです。これであの2位入れたっていうのが本当にすごい嬉しいです。あの減量もきつかったんですけど本当良かったです。ありがとうございました。ポルトガルで Estou muito feliz de conseguir ganhar double gold nas três etapas, conseguir os patrocínios, queria muito, e espero poder representar bem as marcas. Os. アダルとチャオビの試合見ていただきましたか？いかがだったでしょうか？はい、もうチャオビはですね、もう今泉隆選手つきますね。全試合一本。はい。そしてね、オープンクラスのライトでも決めたっていうのはすごいじゃないですか、うん、す階級別はねもう減量してそのヘロヘロの状態でも決める、そしてオープンクラス自分よりでかい相手でも決める、このね決めの冴え渡ったところ、もうそこでダブルゴールドでランキングも2位に入って、はい、2017年度のスポンサード獲得しております。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それでは CM です。呪術リーガル東京03の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか？はい、呪術リーガル東京、略して JLT、この大会はですね、2016年の7、9、12と3回にわたって行われたんですけども、ここでですね、1位がマティウス・オンダ、2位が今泉隆、3位が佐賀井俊康、ブルーの石のね、同率3位ということでね、はい、4人のスポンサーアスリートができました。このね、4選手には2017年度に BHTS ベリハルサミット、そしてチョイス、そしてウォントバーサスニードね、ここら辺のブランドのスポンサード権が与えられて、これからね、いろんなプロダクトが提供されるので、はい、こちらの方もお楽しみしてください。このね、JLT もね、2017年度開催どうするか今検討中ですので、ぜひぜひ開催の暁には多数の参加お待ちしております。お待ちしております。それでは告知です。はい、ラスコンチャスのケニタバシです。ホワイトライオット2017、4月2日に開催いたします。はい、もう第1締め切り終わりました、はい、そしてね、次は第2次締め切りですね。この白帯限定大会ということでね、もう初心者向けの、はい、まあ、出やすい大会っていうのをね目標にやっております、はい、ね、やっぱこの大会もね出て、でそれだけじゃなくてくじ引きがあったりベダルがあったりね、はい、いろんな物販があったり、 そうですね、そういうのをねちょっと面白おかしくやろうかなっていうのがこれなのでね、はいはい、4月のね、あの春のね、あったかい時にこれでね、ミューズで
やって、はい、どうでしょうか。4月もねいっぱい大会あるんですよ、他の大会が、はい、ね、ジャパニーズナショナルがあったりね、ドゥマの大会があってなんだりいろいろあるんですけどもね、これ参加費が安いっていうのがまず第一で、すごい、はい、今第一締め切りが2000円で、第二締め切りも3000円で出れますからね、はい、そして無差別級優勝するとラスコンチャスのね道着がもらえますから、はい、でこれ結構ね商品が出るのはね非常に好評ですし、はい、まあ参加費を払って出てもくじ引きで当たればいろんなものもらえるので ね、こちらの方もねぜひぜひご期待ください。ここの、ね、ブランド見てください。ジューツナード、ジュースプリスト、ビリハサミット、 BJJ ウェーブ、ドゥマウ、ブルテリア、イサミ、ルーカ、そしてこの歯医者さん、歯医者さんもいます。歯医者さんのスポンサーはどうなんでしょうか。マウスピースをちょっとちょっと遠いんですけども、マウスピースを東北の方の病院なんですけども、マウスピースとかも作れるよって。あ、そうなんですね、はい、じゃあモカピンの虫歯も直してくれるんですね。そうですね、言ってもらえれば。郡山、郡山です。そう、頑張ります。郡山でね、ガタガタですからね、竹田さん。はい、はい、デッパンも直してくれると思いますよ。ね、この歯医者さんもね、スポンサーついてますからね、はい、はい、ここら辺の方ね、もうここら辺のブランドのね商品がダンっていくのもねいいじゃないですか、はい、ね、これぜひぜひ大会ねエントリーしてくじ引きやって試合の方もぜひぜひ楽しんでください。します。じゃ最後提供みお願いします。はい、島田健也のジュースプリスト、この番組はファイターショップブルテリア、金属工事、ジュースプリスキー、ビツ、ウサミ、ベリーハズツーサムミット、ラスコンチス、ドゥマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、島田健也のジュースプリスト、次回はですねコパラスコンチャス、うわ、ついに2017、やっとね2017年の追いつきました。2ヶ月遅れてね、やっとね、はい、2017年度になりますから、はい、ね、心配いましたね、はい、はい、こちらの方もね、ぜひぜひお楽しみください、はい、では また来週、お目にかかると思います、さよなら、さよなら。